ということでアンダーテール、幸せなエンディングを目指してもう一度頑張っていきたいと思います。今度は最初から最後まで誰も倒さず、無殺傷でいきたいわね。ああ、誰も悲しまないエンディングに到達したいぜ。それではサクサク進めていきましょう。まずはこのマネキン。こいつも倒さないで進みたいと思います。こいつのいとこが復讐しに来るのよね。倒さなかったら復讐しに来ないよね。まさかチュートリアルがチュートリアルじゃないなんて思わなかったよな。このゲームのおかげで倒すことが怖くなりました。トリエルは嬉しそうだ。何もしないことこそ正義なのよ。そう、それでいいのよ。上手にできたわね。よし、こいつはこれでいいでしょう。そして次はこちらのお化けちゃん。前回も倒さなかったんだけど、今回ももちろん見逃すわ。前はこのバトルをスキップしちゃったので、今回はお見せしたいと思います。ナプスタブルーク、こいつは不思議なやつだぜ。倒さないって縛りをしているから、HP は最初から最後まで20しかないわよ。被弾し続けたらすぐに死んじゃうな。随分とネガティブねー。大丈夫、私も基本ネガティブだから。何が大丈夫なんだ。お化けちゃん大丈夫、落ち着いて深呼吸してね。ははは。それでも涙が止まらないわ。こや涙というより虫みたいだ。落ち着いてそーっとね。ナプスタブルークをもう少し元気づけることができた。よかった、さらに励ましてあげよう。ちょっと見ててだって。ヒヤリハットって言うんだ。それ見通しの悪いところでよく言うやつぜ。どう、面白い。最高、天才、師匠。本当にそう思ってんのかよ。ええ。どうやら励ましたおかげで元気が出たみたいだな。これでまた一人、人助けをしてしまった人。お化けちゃん、また後で会おうね。あ、ここの蜘蛛の巣にも寄付しておきましょう。あの視線度ちゃんを見逃さないといけないからね。お前がそれを言うか。お金があまりないので、少ない方でごめんなさい。これ、お金稼ぎどうしたらいいんだ。倒さないけどお金だけパクれないかしら。無理かな。さあ、トリエルの反対を押し切って遺跡を出るところまで来ました。前回は倒したら死んじゃうってことを知らなかったから倒しちゃったけど、今回は話し合いで納得させてここを出ていくわ。待って。どうしてそんな目で、私を見るの？まるで、幽霊でも見たような顔をして。そりゃあ、一度トリエルを倒してしまったから。あなた、まさか、私の知らないことを知っているの？はい。いいえ、そんなことはありえない。あれ、そういやあの花見てねえな。倒したのにフライーは復活しなかったのかしら。トリエル、いいや、女王様はここにいるべきじゃない。王様とまた一緒にいてあげて、トリエルにあなたが死ぬところを見たと言おうとした。しかし、さすがに怪しすぎる。まあ確かに、2周目って言っても信じてもらえねえよな。戦わずに逃げもせずにトリエルとのバトルを避けるには、攻撃を受けたねれば何か変わるかも。トリエルは大きく息をついた。お願いだからもう戦うのはやめましょう。あれ、意図的に攻撃を外しているみたい。なんか避けてるみたいだな。トリエルだって本当はこんなことしたくないのよ。逃げなさい。嫌だ。トリエルが折れるまで絶対に諦めないぜ。わかってるわ、あなたはお家が恋しいのよね、でも。お願いだから、お部屋に戻って。いいや、私はこの先にどうしても進まないといけない。私がちゃんとお世話をする、約束するわ。確かにここは何もないところだけれど。私たちはきっと楽しく暮らしていけると思うの。これ以上、私を困らせないでちょうだい。私、本当にダメね、子供一人満足に救えないなんて。いいの、わかっているわ。一生ここで暮らすなんて、あなたは嫌よね。慣れてしまうと、遺跡はとても狭いところだもの。ここはあなたにとって良い環境とは言えないわ。私の望みも、寂しい気持ちも、心配も、あなたのために今は全部忘れましょう。どうしても、行くというのなら。私はもう、止めません。おお、やっとやめてくれた。でも一度この扉の外に出たら、二度とここへは戻らないこと。どうかわかってちょうだいね。わかった、覚悟を決めて進むよ。本当に愛情深い人だわ。これでトリエルは死なずに済んだぜ。さようなら、私の大事な子。トリエル、元気でね。これでいいのよ、あの人を死なせないのが目的だから。それじゃあ遺跡を出て先に進みましょう。そうだ、ブーブークッションやったっけ。すごい長いんですけど。はは、引っかかったな。手にブーブークッション仕掛けといたんだ。あれ、前にもこんなことあったっけ。こっちを向けっていう前に振り返ったしな。サンズって何考えてるのかわからないから怖いわ。
そうそう、腹の中がわからないってこういうやつのこと言うのよね。わかってるぜお前の役割。さっさとパピルスに会いに行きましょう。それより、さっきの人間。はいはい。俺、あいつのこと、知ってるっけ？どうやらみんな、何かを感じているみたいだな。一周目の記憶を引き継いでいないはずなのにね。いや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 。わかんないわけないでしょ。兄ちゃんか、わかってるか、確認しただけ。俺は自分が何を把握し、何を把握してないかちゃんと把握してる。本当かよ。ということを、把握しているのだ。そして例の犬のカップルがやってきました。前回は憎らしくてぶっ倒しちゃったのよね。今回は大丈夫、倒しません。信用できないんですけど。ワンちゃんいい子ねー。ダメだ、警戒して撫でさせてくれないってよ。まずは警戒を解かないといけないね。ドッグフードでもあげられたらすぐに懐きそうだけど。一緒にいるうちにどうやら匂いが移ってきたみたいだぞ。ほらほら、私は人間じゃなくて犬だぞ。おお、警戒が解けてきたわ。ワンちゃんたち、おいでおいでー。よし、うまいこといきそうだな。犬たちのハートを掴んだ。やったー、犬のカップル、倒さないでクリア成功。これでアンダインは何も言えなくなるわね。この先も誰も倒さなかったらな。お次はパピルスを説得してバトルを終わらせましょう。パピルスは前回も倒さなかったから今回もいけるわよ。人間よ、複雑な感情について語ってもよいか。貴様を見ていると昔からの友達のように思えてくる。貴様に会ったのは初めてなのに。やっぱりわずかな記憶があるんだろうね。こんな気持ちになるのは一体どうしてなの。ネットで知り合いだったっけ。 SNS の友達がたくさんいるから全員の顔なんて覚えらんないんだよね。あと12人でフォロワーがついに2桁に突入するし。それ友達多いって言えるのかしらね。パピルスはこれからもずっと友達だ。じゃあ遠慮なく口説かせてもらうわよ。そしてこの後デートで私は振られるんだ。悲しい、すごい悲しい。人間よ、貴様を逃がしてやるぞ。はい、どうもありがとうございます。やはははははは。楽しそうで何よりね。その後、アンダインに追われに追われてゴミの山までやってきました。このマネキンはもう襲ってくる理由はないはずよ。え、アウトなの？おい待て、何に起こることがあるんだ。はっはっは、俺と一戦交える気概もないか。俺はマネキンに取り付いている亡霊だ。知ってるわよ。いとこさんは倒してないよ。貴様はいとこに話しかけた。いとこは楽しくおしゃべりができると喜んだ。だが貴様が放った言葉は、よくもあれほどまでに恐ろしいことを口にできたものだ。むちゃくちゃな。結局どうやってもこいつと戦うことになるのか。この理不尽マネキン、あんたなんかお化けちゃんに追い払ってもらうんだから。